方、巨人、阿部監督、秋広とのハイタッチ拒否わらわら。試合後のハイタッチで秋広だけ露骨に無視してる模様。秋広、昭和の体育会系って本当にこういうの好きだよな。空振りしただけやろ。いや明らかに手下げてた。露骨にやめてて草。風通し良くなった巨人とは何だったのか。本人はいじり芸のつもりなんか、マジでやってんならやべえやろ。二人は仲良しで俺らをからかってるだけかも。交流戦明けに東北行きやな、この感じやと。また楽天に出荷か。秋広とかくっそ高く売れそう。原と小林かよ、小林はやり返してたやべえやつやけど。大城も秋広も監督変わって不遇やな。注意されたり怒られることはありがたいことなんだぞ。一軍上げてる時点で認めてるでしょ。秋広マジで阿部を舐めてるからタメ口で話しとるからな。秋広はなんで気難しそうな翔さんの懐には入れたんや。中田はシャイなだけでいじられるの好きなんやで。中田はそういうの好きなタイプに見えるよな。阿部のツンデレなんて誰も見たくない。